バーソロミュークマに飛ばされたルフィがたどり着いたのは、オーカ七部海ボア・ハンコックが治める尿ヶ島アマゾンリリーだった。当初気ままに振る舞うルフィを敵視するハンコックだったが、やがてルフィの大気に触れて心を許し、すっかり惚れ込んでしまう。そんな中、重大な事件が報じられる。黒ひげマーシャル D ・ティーチがルフィの兄エースを捕らえ、新たに七部海に任じられたという。エースが海軍によって公開処刑されることを知ったルフィは、ハンコックの助力を得て兄が幽閉されているインペルダウンに潜入。そこでバギーや元バロックワークスのエージェントたち、革命軍幹部イワンコフら囚人たちの協力で最下層に到達するが、エースは海軍本部に移送されていた。俺行くよ海軍本部、もし諦めたら悔いが残る。上層階への通路を塞がれた一行は、さらにかつての強敵クロコダイル、戦争に反対して投獄されたオーカ七部海海峡のジンベエを加え脱出を図る。そんなルフィたちの前に意外な男が現れる。かつてジャヤで出会い、エースを捕らえて海軍に引き渡した張本人、黒ひげであった。久しぶりだな麦わら、もうすぐ始まるぞ、おめえの兄貴の公開処刑がよ。黒ひげに挑発され、怒りに任せて戦いを挑むルフィだが、ジンベエの説得によりエースの救出を優先してインペルダウンを脱出する。しかし海軍本部へ続く航路上には正義の門が立ちはだかる。それを開くためミスター2はただ一人獄内に残った。ポンちゃん、門がもう閉まる。俺たち行くよ。ありがとう麦ちゃん、必ず兄貴救ってこいや。ミスター2の覚悟を胸に海軍本部マリンフォードへ向かうルフィたち。そこにはすでに海軍大将やオーカ七部海海兵の大軍勢が集結していた。公開処刑を前に海軍本部元帥戦国はこの戦争の意義について語り、それはエースの生い立ちに関する驚くべき事実であった。ここは海軍本部マリンフォード。白ひげ海賊団との決戦に備え、海軍大将やオーカ七部海をはじめとした大軍勢が集結していた。公開処刑を前に海軍本部元帥戦国はこの戦争の意義について語る。諸君らに話しておくことがある。ボートガス D エース、この男が今日ここで死ぬことの大きな意味についてだ。エース、お前の父親の名を言ってみろ。俺の父親は白ひげだ。違う。違わねえ、白ひげだけだ、他にはいねえ。当時我々はかすかな情報を頼りに必死に探したのだ。あの男の子供がいるかもしれないと。世界最大の悪の血を引いて生まれてきた子供、それがお前だ。知らんわけではあるまい。お前の父親は海賊王ゴールドロジャーだ。2年前か、お前が自身の海賊団を結成し船長として卓越した力と速度で
この海を駆け上がっていった時、我々はようやく気づいたのだ。ロジャーの血が絶えていなかったことに。だが我々と時を同じくしてそれに気づいた白ひげは、お前を次の海賊王に育て上げるべく、かつてのライバルの息子を自分の船に乗せた。違う。俺が親父を海賊王にするためにあの船に。そう思っているのはお前だけだ。現に我々が迂闊に手を出せなくなった。お前は白ひげに守られていたんだ。そして放置すれば必ず海賊次世代の頂点に立つ資質を発揮し始める。だからこそここでお前の首を取ることには大きな意味がある。たとえ白ひげとの全面戦争になろうともだ。まさか。湾内海底に影が。モビーディック号が来た。白ひげ。ゲラララララ。何十年ぶりだ、戦国。俺の愛する息子は無事なんだろうな。グラララララララ。ちょっと待ってな、エース。親父。兵力で上回ろうが、勝ちと鷹をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。ゲララ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 。アイスエイジ。若造が。うわー、ルフィ、エース、やっと会えた。助けに来たぞ。久しぶりだな、白ひげ。なぜお前が。やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはここ。小僧、その麦わら帽子、赤髪が昔。おっさん、シャンクス知ってんのか。これ預かってんだ、シャンクスから。兄貴を助けに来たのか。そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえの時じゃ命はねえぞ。うるせえ。おめえがそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。クソ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、放ったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。
広場に上陸させるなよ。この湾内で確実に仕留めろ。麦わらのルフィを撃て。この男は未来の有害因子、エースと共に育った義兄弟であり、その血統は革命家ドラゴンの実の息子だ。あのドラゴンの、早速ここに上陸しておく。邪魔しやがる。戦闘用意。麦わらは俺が始末する。こんな戦争を見たとね。七部会で盛り上げようじゃねえか。何がおかしい、ドフラミンゴ。何がおかしいかって、この時代の真ん中にいる感じさ。しまった、お前ら俺から離れろ。やめろ、ドフラミンゴ。海賊が悪、海軍が正義。そんなものはいくらでも塗り替えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。正義は勝つって、そりゃそうだろ。勝者だけが正義だ。近く見えるあの男と我々の本当の距離。世界一の惨劇、鬼の塊を蹴っちまった。男の敵も味方も皆同じじゃん。面白い。楽しませてもらった。この黒刀、あの男に届くのか。この力、慎みはせんぞ。
俺を食えねえ限り、てめえらの時代は消えやしねえ。最後まで戦えなくて、すみません。ランチャー！トイレ！ここで終わりだ。勝負は預けよう。頼むぞ。行くぜ。ホワイトランチャー。ホワイト、もうこれでどうだ。出さねえぜ。ここでくたばるわけにもいかねえ。撤退だ。気をつかせるな。左右されるな。野郎ども、このまま押しつぶせ。ルフィ、わしに策がある。ついてくるんじゃ。わかった。Okay.
包囲壁の準備はできているな。誰らも参戦する。お客さん、どうしても俺様の力が必要かい。そこまで言うなら手を組んでやろう。やっ、セカンド、ピストル発射。始めろ若犬。流星火山。広場への道がなくなっちまうぞ。あの壁を越えねえと。エースが作戦はほぼ順調。これより速やかにオートガス D エースの処刑を執行する。全部死刑でいいんでしょ、戦国さん。こんな行くぞ、ルフィ。わしを信じろ。ルフィ
あらら、とうとうここまで。堂々としちょるの、ドラゴンの息子。かわいいね、この若さ。エースは返してもらうぞ。ゴゴムのスタンプガトリング。いや、セカンド。遅いね。お前の爺さんは恩人だが、仕方ねえよな。お前にはまだこのステージは早すぎる。ちょっとそこ、どいてくれるか。まだ向かってくるとはしつこいの。まとめて海に沈めちゃる。手遅れにならんうちに早く。ナイス。兄貴と一緒にここで死んどくか。ちょっとそこ、どいてくれるか。悪く思うなよ。張り切ってんじゃないの。あらら、度胸だけじゃねえ、麦わらのルフィ。力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。麦わらボーイ、岩ちゃん、離せ、おっさん。俺は、こいつはもう十分やった。手当てろ。はい。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。おざくだけの威勢の塊、若く無様、そういうバカは好きだぜ。諦めん
んじゃねえぞ！エース！くそ！俺は歪んでる。こんな時に親父が、弟は、仲間たちが血を流して倒れていくのに、俺は嬉しくて涙が止まらねえ。今になって命が惜しい。うわぁ、クソったれ。ヨルトシナミは超えられんか、白ひげ。エース、俺は死んでも助けるぞ。バナートは前だけ見てます。食影団への道はバカ足に任せて。とんでもなしぶりな力のようなまき込まれないように急ぐのような。何としてもエースを救い出す。組むなんて知ってきてんじゃねえかよ。俺は誰とも組みはしねえよ。変われない。あの人を殺す気でやるんだ。やっぱりあの人はすごい。ダイヤモンド族、諦めるんだな。青くち、こうなっちまったらもう加減はできねえぞ。目標を排除する。なんとか巻き込まれずに済んだもんね。この調子で進むんじゃねえ。ミサイルピストルマッチだ。
ってくれるじゃないの。今行くぞ。そこにおるというのに道を阻まれて進めんか。本気を出そうかね。
と。戦争は十分楽しいんだ。ここらで引いておくか。手を貸してやる。奴らの喜ぶ顔は見たくねえんだ。度胸だけじゃねえ、振り出しに戻りなよ。おお、びっくりしたね。エース、待ってろよ。い、ところに向かえる。見たけりゃ今すぐに見せてやるぞ、白ひげ。やれ。やめろ。あの子
麦わらのルフィを全力で援護しろ。やはり持ってなれたか。白ひげ、葬式買って暴れてもろうちゃ、この島がもたんわい。おめえらには防げねえさ。力、自信はせんぞ。さあ、どうする。この勢いで海軍を潰しちまうぜ。あの次世代の申し子が黒刀から逃れたのも運命か。来たぞエース。麦わらボーイ、今道を作ってあげちゃめる。ここを通りたきゃわしを殺していけ、ガキども。忍びどころが悪い。気ぃつけな、鷹野。わしゃ海軍本部中将じゃ。お前が生まれるはるか昔からわしは海賊たちと戦ってきた。ここを通りたくばわしを殺してでも通れ、麦わらのルフィ。それがお前たちの選んだ道じゃ。できねえよじいちゃん、どいてくれ。できねばエースは死ぬだけだ。嫌なことなどいくらでも起きる。わしゃ容赦せんぞ。ルフィ、お前を敵と見なす。貴様も人の親だ、ガーブ。
て。戦国ルフィ、お前ってやつは麦わらのルフィ、お前も死刑に値する。兄弟ともに私の手で処刑するのみ。ゴムの奇岩と風船、処刑台が崩れる。落ちるぞ。撃て、処刑台ごと吹き飛ばせ。爆炎の中に炎のトンネルが。お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。エース戦えるか、ルフィ。もちろんだ。世話に焼ける。ここでの目的は果たした。もう俺たちはこの場所にいようあれ。今から伝えるのは最後の船長命令だ。よく聞け。最後ってちょっと待てよ、親父。縁起でもねえ。一緒に新世界へ帰るんだろ。親父、お前らと俺はここで別れる。全員必ず生きて、ほら時代の残党だ。新時代に俺の乗り込む船はねえ。行け野郎ども。やだ親父。船長命令だ。行くんだよ。ずいぶん長く旅をした。蹴りをつけようぜ海軍。おやじ、エース行こう。おっさんの覚悟が。分かってる。無駄にはしねえ。白ひげを討ち取れ。
一つ聞かせろエース。俺が親父でよかったか。もちろんだ。ギラルス、なんという失態だ。奴らを逃がしてはならんぞ。エースだ、ルフィ君、船へ走れ。バイさんたちは狙われとる。おっと、簡単には逃がさねえ。道を塞いじまうのが早いか。氷？これの炎で溶かしてやる。ナイスタイム。あれだ。行くぜ。逃がさないと言ったはずだ。お互い様だろ。
覚悟いな。ちょっとそこどいてくれるか。あれだけ暴れたんだ、もう限界だろ。ここで止まるわけにはいかねえんだ。あらら、やってくれる。まあいい、どの道逃げられねえよ。助かったと思ったか。ここがお前たちの処刑場だ。おやじ、すまねえ。エース、行こう。おっさんの覚悟を無駄にはできねえ。来ました。逃げんなよ。避けただと。シロヒゲ、まだこんな力を。奴は本気でこのマリンポードを海に沈めるつもりだ。俺の命と一緒にな。十字架。エース、あと少しで逃げ切れるぞ。エースを解放して即退散とは、
とんだ腰抜けの集まりじゃのう。白ひげ海賊だ。船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。エース、敗北者取り消せよ今の言葉。者として死ぬ。ゴミ山の大将にゃあつらえ向きじゃろうが。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。ゴギアじゃ言うて油断しちょりゃせんか。お前はただの火、私は火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルフィ。まだ息はありそうじゃの。次こそお前じゃ、麦わら。赤犬さん危ない。レイゴエース、急いで手当て。ちゃんと助けてもらえなくてよ、すまなかった。何言ってんだバカなこと言うな。誰か手当てしてくれ。エースを助けてくれ。無駄だ、自分の命の終わりくらいわかる。もう持たねえ。だから聞けよルフィ。何言ってんだエース、死ぬのか。約束したじゃねえかよ、お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよエース。そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。心残りは
一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものは、どうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう大声も出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉を、お前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を、愛してくれてありがとう。こいつはいい。3分やろう。エースの弟を連れてけよい。全部そいつの命は俺たちが守る。分かった。ルフィ君、気をしっかり持て。おい、あそこにいるの誰だ。久しいな。死に目に会えそうでよかったぜ、親父。おひげ海賊団？てめえだけは息子とは呼べねえな、ティキ。俺の船のたった一つの鉄のルールを破り、お前は仲間を殺した。そのバカの命を取って俺がけじめをつける。望むところだ。やってみやがれ。ウィー次から次へと。じゃがルフィ君を巻き込むわけにはいかん。麦わら屋をこっちへ預けろ。お前さん、何者じゃ。麦わら屋とはいずれは敵だが悪縁も縁。こんなところで死なれてもつまらねえ。そいつをここから逃がす。一旦俺に預けろ。俺は医者だ。まだルフィ君の意識が戻らん。担いでそっちへ連れて行く。それでいI'm sorry.
かなり遠回り。どちらから進むべきか。Let's go.
がね。解除は相手だと思ってやがる。油断してはならんぞ。死ぬや。そこまでだ。俺を見たまえる声が聞こえるな。ラ
僧のため命を落としたいんか。俺だってやりたくてやってんじゃねえよ。落ちてくんだ。おいおい。おいおい。デザートベルト。おいおい。無駄だった。継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を立てとあいつらの炎が消えることはねえ。そしていつの日か全てを背負って世界に挑む者が現れる。興味はねえが、あの宝を見つけた時世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す、その日は必ず来る。くワンピースは実在する。さらばだ、息子たち。死んでやがる、たったまんま。白ひげ海賊団船長、大海賊エドワード・ニューゲート、通称白ひげ、マリンフォード頂上決戦にて死亡。さあ始めるぞ。見せてやるよ、最高のショー。出てきたぞ。おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。ブラックホール、これが俺の闇闇の身の力。そしてあの構え。親父の能力。全てを無に返す闇の引力、全てを破壊する地震の力、俺こそが最強だ。この世界の未来は決まった。そう、ここから先は俺の時代だ。痛快な能力は体が体の中から湧き上がってきやがった。最強の力を手に入れた俺を褒めてみやがれ。面倒な奴に目をつけられた。奴を倒さねば逃げられん。グランドセッコ、
邪魔しても無駄だ。全員沈めてやる。やつはどうぞ。サーブルスペザード。レザートス。闇に触れてはいかん。避ければ命を削られる。このマリンフォードを沈めてやるな。サーブルス。サーブルス。レザートベイト。グランドセッコグランドデスコ人心の力もう一発食らってみるか。海兵は海軍にはいらん。痛いことを言わない。よくやった若い海兵。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くこの世界の運命を大きく変えた。なんでここに四皇が。赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。バギー、そいつをルフィに。麦わら、お前にあげたい宝の地図があるんだ。本当か。おい待ってろ、届ける。まだ暴れ足りねえ奴がいるのなら来い。俺たちが相手をしてやる。どうだティーチ。いや黒ひげ。ジャやめとこう。まだ時期が早い。全員この場は俺の顔を立ててもらおう。戦争は終わりだ。大したもんじゃねえか。後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる史上空前の戦いは、シャンクス率いる赤髪海賊団の仲裁によってその幕を閉じた。瀕死の重傷を負ったルフィはハンコックにかくまわれ一命を取り留め、
だがエースを救えなかったことで自責の念に苛まれ自暴自棄に陥っていた。何が海賊王だ。俺は弱い。何一つ守れねえ。見かねたジンベイは力ずくでルフィを諭す。ルフィ、失ったものばかり数えるな。ないものはない。確認せえ。お前にまだ残っているものは何じゃ。仲間がいるよ。大切な仲間の存在を再確認したルフィは集合場所であるシャボンディ諸島に向かおうとする。そこへ明ヶ島に訪れたレイリーと遭遇。彼の言葉を受けルフィは自分たちの身に起きたことを改めて振り返る。私から提案がある。乗るかそるかはもちろん君が決めろ。しばし後レイリーの提案を承諾したルフィはシャボンディ諸島へ向かわずジンベイと共にとある行動を決行する。麦わらのルフィが生きていた。また海軍本部に乗り込んだんだって。一体何が目的でこんなことを。ああ、そうか、分かったぞ。了解。そうか、ルフィ。分かった、分かったぞ、ルフィ。人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。世界各地に飛ばされていた仲間たちはルフィのメッセージを受け取り、おのおの力をつけた後再集結することを心に誓った。2年後にシャボンディ諸島へ。